はい、時刻は10時15分を回りました。ここからの時間は、私宮島真一のレッツゴートゥーザムービーのお時間でございます。皆さんおはようございます。今日は2月の23日月曜日、今まさにアメリカではですね、アカデミー賞の授賞式、やってると思いますよ。お家帰ったらビデオに撮ったのを見ようかなと思ってますけれども、今年のアカデミー賞は一体ね、どんなドラマが生まれるんでしょうか。どんな作品が選ばれて、そしてテレビのね、そういうショーもね、すごいきっと華やかな演出が施されてると思うんですけれども、とっても楽しみですね。毎年どんななのかなって言って、気になりますけれども、選ばれた作品なんかも結構シーズン的には、この後に、なんだろう、上映される作品っていうのが増えてくると思いますけどね。まあそういうのを見て、また映画館に足を運ぶとかっていうのもいいんじゃないでしょうか。まあ今日は月曜日、まあ映画の話ももちろん中心にやるんですけれども、まあ気分によっては、まあ映画とは関係のない曲をかけたりもしますけれども、今日はなんか1曲目はやっぱ月曜日ってね、お仕事が今日まさにまた始まるっていう方もたくさんいると思うので、まあ土日の仕事の方もいっぱいいると思いますけれども、まあこの曲でちょっと元気つける感じでいきましょうかね。とっても今和の清志郎が聴きたくなったので、この曲から今日はスタートしたいと思います。今和の清志郎でパパの歌。先週は北海道とか、福岡とか、電話だ。はい、宮島です。おはようございます。はいはい、どうもどうも。今ね、ラジオ生放送中なんですよね。あとにまた連絡します。はい、すいません。
お仕事の電話でしたね。映画関係のお電話でしたね。どんなお仕事が舞い込んでくるんでしょうか。楽しみですね。昼間のパパは怒ってる。リサさん、メッセージありがとう。昼間のパパはちょっと違う。昼間のパパは光ってる。間のパパはいい汗かいてる。昼間のパパは子だぜ。パパは お届けしたのは今和清志郎で「パパの歌」でした。はい、この番組「宮島真一のレッツゴートゥーザムービー」は皆さんからのメッセージどんどん送ってください。お待ちしてますよ。 FM 講座 E メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。皆さんが持っている携帯電話、スマホ、パソコンからどんどんメッセージ送ってくださいね。お待ちしておりますよ。もう一度言いましょう。 FM 講座 E メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。こちらまでどんどん送ってくださいね。そしてラジオのみならずユーストリーム生配信、そしてツイキャスでも、スタジオので喋ってる僕の絵が映りつつ、パソコンで、スマホで見れますので、ユーストリームでも FM 講座って検索して探してみてくださいね。今まさにやっておりますよ。ツイキャスからメッセージ一ついただいてます。昼間のパパはといただきました。ありがとうね。リスさん、どうもありがとう。リスさんはどっから聞いてるんだったっけね。先週たくさんなんかツイキャスの方のメッセージでは北海道からだとか、熊本からだとか、福岡もいましたっけ、大阪もいましたっけ、もう忘れてしまいましたけれども、そんな感じで沖縄県外、海外からもですね、どんどんメッセージを送ってくださいね。お待ちしております。今 BGM で流れているのは映画「アメリ」のサントラからお届けしておりますけれども、先週もう終わってしまいましたけれども、パレット小文字の映画館で「天才スピベット君」っていう映画がありましたけれども、それを見てきました。アメリの監督の最新作ですけれどもね、とっても良かったな。子供がすごい天才な子供が、でも家族とのね、ちょっと思いのすれ違いや、兄弟との別れや、そして大人との、なんだろう、都会の大人というか、との、なんだろうね、間に生まれるちょっとずれとかね、そういうのが子供目線で語られている映画で、とてもとても良かったですね。年を取るにつれて、子供が、僕も3名いますけれども、子供目線というのをついつい忘れてしまう時がありますよね。そういうのをまた改めて思い出させてくれるのが映画であったり、曲もそうですけれども、さっきの「パパの歌」とかもね、なんかそういうのっていろいろ考えさせられますよね。特に週末なんかは、お子さんと過ごしたりとかすることが多いと思いますけれども、ついついこうね、怒鳴ってみたり怒ってみたり、パチしてみたり たまにね、ありますよね。でもその後、ちゃんとケアする言葉をかけてあげたりとか、いろいろやりますけれども、なんだろうね、思い出させてくれますよね、音楽とか映画とかっていうのはね。なんか話は
取り留めもないですけれども、そんな月曜日を皆さんどうお過ごしでしょうか。俺はねさっきからね実はあのアカデミー賞のことがすごく気になっていて正直もう早くお家に帰りたいっていうぐらいのあのことですけれども返さないためにもメッセージもどんどん送ってくださいね、東京からリサさん、あ、リサさんは東京からだったですね、アメリの焼きブリュレっていうなんかメッセージ来てますけどアメリもとってもいい映画でしたよね。なんかちょっとあのひねくれ目線じゃないですかあれはあれでだから子供目線とまたちょっと違う感じのエッセンスが入ってる映画で何度見ても面白いですよね。とっても印象的なシーンを今思い出したんですけれどもちょっと月曜の朝からは言いづらいっていうですねシーンが僕は大好きでしたね。世界中のカップルがねいい感じの瞬間を迎えている各地でのいい感じを迎える瞬間がババババババって出てくるシーンが僕はあの映画の中で一番大好きなシーンですけれどもね、まあ見た方は知ってる方はあああれねって思うかもしれませんけれどもまだ映画アメリを見てないという方はああこういうシーンなのかとか笑ってくれると思うので、アメリまだ見てない方はですね、見ていただきたいと思います。とにかく実はアカデミー賞今行われているアカデミー賞のことで頭がいっぱいの宮島真一、今日かけようかなと思ってる一曲持ってきたのは、これは1995年ですか、もうちょっと前だよね、もうちょっと前だ、1987年だか8年だかだと思います。その時に公開された映画ラストエンペラーってありましたね。それでアカデミー賞で坂本龍一さんねアカデミー賞取ってましたよね。すごいよね。ラストエンペラーのテーマ曲をお届けしたいと思いますよ。とってもとっても優雅で素晴らしい曲ですよね。確かトラック5だったかな。あ、違うわ、トラック9だこれ。チェックしてこいっちゃ話ですけどね。ちょっとうっすらかけてみよう。あ、これだこれだ、今ゆっくり流れてきてます。映画ラストエンペラー坂本龍一さんの作曲で作られましたね。ラストエンペラーのテーマ曲、実は僕この曲をねすごくいいな、映画館でもちろん見ましたけれどもラストエンペラーね、中国のまあエンペラーですよ、王様とは違うか、まあでも国王だよね、の最後のまあ、そのままですけどねタイトルね、そう、溥儀ね、リスさんからメール来た溥儀の生涯を描いた作品でいろんな時代に、揉まれて、すごく最後のシーンはすごく切なかったですよね。やっぱり中国のお話で、天安門広場があって紫禁城があって映画の中ではその紫禁城の中でのシーンは、まあ、たくさんあるんですけどなかなか外に出れないじゃないエンペラーさんはね、その中を描いていて後半の方はまた外に出ていく話にもなっていくんですけれどもあの紫禁城の中にいつか入ってみたいなと思ってて、僕が大学の頃、20いくつぐらいだったかな、21、22ぐらいの時だね、北京にちょっと友達を訪ねて一人旅をしてきたんですよ。その時にウォークマンをねポケットに忍ばせてヘッドホンでラストエンペラーのこの曲を聴きながらね、紫禁城の中の、まあ、広場でね、ちょっと横になってね目をつぶって聴いて気持ちいいなあの映画のあの溥儀はここで一体どんな思いを感じながら過ごしてたのかなとかいろいろ思いを馳せていたら警備員の方に何してるの君はっつってね、怒られたっていう思い出がとってもありますね。お届けしてるのは映画ラストエンペラーからテーマ曲。
くりだね、みんなね。ラジオでは楽天ペラが流れています。リスさん、新宿プラザ館で見ました。映画館でやっぱ見てるんだね。だいたいリスさんはおそらく僕と同い年ぐらいですかね。きっと世代は近いような気がしますけれども、いかがでしょうか。まあ教えなくてもいいですけど、ちなみに僕は1973年生まれの牛年でございます。どうですかね、みんな見てるね、映画ね。いい曲だなこれ。あープラトーンね。あれ今日サントラ持ってこようかと思ったんだよな。手に取ったんだよな。持ってねえな。まあでもそっか、ツイキャスは聞けないもんね。はいっか。でも嬉しいね、プラトーンを見た時は。僕はあれは中学生だったかな。名曲ですよね。お届けしたのは映画ラストエンペラーからテーマ曲をお届けいたしました。さあ時刻は10時31分を回っております。 FM 小座のスタジオから今生放送でお届けしているこの番組は宮島真一のレッツゴートゥザムービーでございます。今日はみんなメッセージゆっくりだね。おそらく月曜日の朝っていうのはね、まあ寝てるか仕事してるかの、まあどちらかでしょうけども、皆さん週明けなのでね、週末明けなのであれだね、結構来てるよね、疲れてが来てるよね。昨日はずっとコザの裏側のテレビの撮影をやっておりましたね。ちょうどコザ新金スタジアムでは今僕が被っている帽子、カープのキャンプが今行われていて、練習試合がね昨日は千葉ロッテマリーンズとの練習試合やってみました。まあ、オープン戦とは違くて、なんだろう、入場無料で、見れる練習試合だったんですけども、たくさんお客さんが来てましたね、コザ新金スタジアム。同時開催で、球場の外の方では A ランチ選手権がやっていて、市外からも来てましたね。8店舗の お店が集まってですね、出店を出して A ランチ選手権、どこが優勝したのかな、そういえば調べてないな。取材は途中で帰っちゃったから結果を知らないんですけれども、番組のオンエアではきっとね知る羽目になるんですけれども、その後もまた夜ロケもあって、銀天街がちょっとずつ何でしょう、活気がね、最近は壁画が、できましたよね。小座十字路ね、銀天街のところの方のちょっとむき出しになっていたお家の壁を塗って、この近辺の歴史をね、物語、歴史物語をたどれる
絵がね、描かれている壁画、結構圧巻ですよね。200メーターもうちょっとあるのかな、言ってましたけれども、夜は夜で、屋台もねちらほら出始めていてですね、とってもとっても、雰囲気がねだんだん出てきてる街になってきてますよ。その辺もねコザの裏側で、あれしたので撮影したので、ぜひ見ていただきたいなと思います。さあしつこいようですけれどもね、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますけれども、アカデミー賞ねどうなってるんだろうね、気になります。一旦 CM をお届けした後、まだまだ番組は続きますよ。皆さんからのメッセージもどんどん送ってくださいね。一旦 CM 行きます。時刻は10時36分を回っております。FM 小座のスタジオから生放送中、宮島真一レッツゴートゥーザムービー。皆さんからのメッセージはこちらまでどんどん送ってくださいね。 FM 小座761 @fmkoza.jp、 E メールアドレスは数字の761 @fmkoza.jp です。ツイキャス、そしてユーストリームでも生配信中でございますので、そちらの方にもメッセージ送ってくださいね。お待ちしておりますよ。さあアカデミー賞ね、先ほどはラストエンペラーをお届けしましたけれども、次はね僕の本当に一番大好きな映画、E.T. からお届けしたいと思いますよ。1982年ですね、映画館で僕は4回ぐらい見ちゃいましたね。その後数年経ってからのビデオっていう時代がやってきてね、レンタルビデオっていうの、でもしばらく出さなかったよね、スピルバーグさんはね、 E.T. のビデオをね、できるだけ家族で、たくさんの人で劇場のスクリーンで見てほしいから、リバイバル上映というのはやっていきたいけれども、しばらくビデオは作らないななんて言ってましたが、それを信じてね、それはなんて素晴らしい素敵なロマンチックなことだと思っていたら、やはり出ましたね、その数年後にね。ちょっと悔しくてね、なんとなく信じてたのにと思ってね、当時あったレンタルビデオ屋さんに、いよいよ E.T. がビデオになりましたつんで何十本とかって入荷されてたのね。僕も全部一気に僕が借りて、燃やしてしまえなんてね、考えてしまいましたけれども、一瞬本当にやろうかなと思ったんですけどね誰も得しないのでそんなことはもちろんやりませんでしたけど、それぐらいショックはショックでしたね。とはいえ、いろんな人のね、目に触れてほしいっていう思いは一緒なわけですからね、まあ致し方ないなと思っておりました。この E.T. の曲もやはり
ジョン・ウィリアムスの曲でね、素晴らしい名曲ですよね。この曲もアカデミー賞を取っていましたよね。お届けしましょうか。しっかりお届けしたいと思いますよ。ジョン・ウィリアムスで E.T. のテーマ曲 Flying。メッセージが来てますね。これはまあラジオネームはマーデーさんからいただきました。ありがとうございます。曲が流れた後に読もうね。ツイキャスが一旦切った方がいいのかな、これ途中止まると思うので今で一回止めてまた戻しますからね。皆さん一回切っちゃいますよ。すいません。お届けしたのは映画 E.T. から Flying テーマ曲をお届けいたしました。さてさてさて、メッセージが届いてますよ。紹介しましょうね。ラジオネームマーデーさんからいただいたメールを紹介しましょうね。マーデーです。 E.T. は元祖キモかわいいですね。そうだね。キモかわいいですよね。確かにその通りですね。一瞬初めてお目にかかった時の印象っていうのはね、なんじゃこりゃっていう感じはありましたよね。そうだね。でもなんだろう、不思議なものでね、物語に引き込まれると、あのキモかわいい宇宙人は別れたくない、ずっとそばにいてほしいというふうな思いにね、させてくれるキャラになっていくんですよね。ああいうのっていうのもさ、今世界はもう人間同士 でいろんな人種間でいろんな、ね、価値観で、なんだろう、分断されてるところも多々あって、ああいう誰も望んでないはずなんですけれどもね、ああいうニュースだとか、ね、最近は映像で、ね、もう出てきたりするっていう、とてもとても恐ろしい世の中ですけれども、インターネットを使っていいことに使ってほしいんですけれども、
なんでしょうか、物事の常なんでしょうか、世の常なんでしょうか、白があれば黒があったりね、どっちも正義と思ってることがどっちかは悪のように見えたり、ね、傷つけ合ってしまうことが出てきて嫌だなとは僕は思ってるんですけどもね、みんなそう思ってると思うんだけどな。映画はある種そういう時代を教えてくれることもたくさんあるし、影響を及ぼすね、力を持っているものだと思うんですけれども、なかなか一向に世の中はっていうところがありますよね。昔、北野武さんがインタビューで、とっても暴力的な映画を、まあ、作りますよね、映画の中でね、で外国の記者の方に、こんな、バイオレンスが多い作品を作って、どうなんだ一体、よろしくないんじゃないかみたいな感じのことを言われたらしいんですけれどもね、北野さんは世の中には素晴らしい、もっとハッピーな映画もたくさんあるけれども、一向に世の中は良くなってないじゃないか、だからなんて関係ねえんじゃないかっていうのを言ってね、黙らせたっていうようなインタビューが確かあったと思うんですけれども、ああいうのもね、本当にそうだよなと思いますよ。どのように見て感じて、でどのように伝えるのかっていうのはね、いろんな言葉がありますけれども、面白いなと思いましたね。さあ皆さんのお気に入りの映画はどんなのがあるでしょうか。ラジオネームマーデーさんからのメッセージの中で、実話が元になった映画って結構多いじゃないかと、とは言っても僕自身はあんまりわからないですが、最後の恋は、最後の初恋っていうアメリカの映画が実話だったら素敵だなと思う映画でしたと、最後は微妙にバッドエンドな映画でしたってメッセージが来てますけど、俺この映画見てないな。今ちょこっと調べたらリチャード・ギアが出てた映画で、ダイアン・レインと共演してた作品だったみたいね。僕はこれを見逃していますけれども、あでもなんか良さげな感じじゃない。ダイアン・レインとリチャード・ギア、運命的な出会いを果たす中年男女を描くラブロマンスありますけどね、なんか見た感じは微妙なバッドエンドな雰囲気はちょっとあまりしないですけども、ちょっとせっかくこうやって教えてくれたんで、近いうちチェックしてみたいと思います。ダイアン・レインすごく綺麗だよね、大好きでございますよ、ね、チェックしてみよう。ありがとうね、ラジオネームマーデーさんから、もう一方ラジオネームシャラク・ホウスケさんからいただきました。あ嬉しいですね、久しぶりですね、ありがとうございます。何おはようございます宮島さん。はい、おはようございます。月曜日のこの時間に宮島さんの放送があるとは知りませんでした。何映画についての番組でしょうか。一応ね、基本的にはそうですけど自由です。ありがとう。最近私が見た映画 DVD ですが、地獄の黙示録や格好の数の上でですが、どちらもとてもとても重い重いテーマで、見た後はなんか疲れました。そう、これまた映画の一つの醍醐味ですよね。疲れる映画たくさんあります。疲れるっていうのはそのテーマが重かったりね、でもこういう映画を見てある種の疑似体験というかね、した後にさあ今の世の中を見たらどうなんだろうとかって考えさせられる映画っていうのはたまに見ときたいですよね。わかりますよ、見る前は今日はそんなちょっとこうそこまで体力ねえなみたいな時はポリスアカデミー見たいしね、ジャッキーチェーンとか見たいしね。でもたまにそういう映画も見ときたいですよね。今上映が先週から始まってるアメリカンスナイパーっていう映画もきっとそういう類の映画になってくると思いますけれども、今日のアカデミー賞の結果次第ではすごくすごく注目を浴びることになるでしょうね。ちなみに地獄の黙示録僕も見ましたけれども、そうですよね、考えさせられますし、で実は格好の巣の上では僕はずっと前から見逃していてですね、見たい見たいと思っててまだ見てないチキン野郎なんですけれども、この間いよいよ見ようと思って、DVD をね、ディスクにデッキに入れたらね、再生不能になっていて、ちょっと悲しい思いをしてしまいました。ちゃんとレンタルビデオでまた借りていきたいと思います。なんかさ、テレビでやってたのを DVD に焼いてしばらくして何年か経って別のデッキで見ようとしたら見れなくなってたとか、そんなのことありませんか。あれ結構切ないよね、あれどうしたらいいんだろうとかよく思ってしまいますけれども、
ね、ありがとう、シャラコウスケさん。毎週月曜日この時間ラジオやってるので、できれば毎週聞いてくださいね。ありがとう。ラジオネームマーデさんからもう一つ、グレムリンが一番好きです。いいね、グレムリン。にゃ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 ってやつですよね。そして忍者タートルズも思い出深いですタートルズ今やってるバージョンのやつかな、一つ前のバージョンですかね。タートルズも面白いよね。ラジオネームリスさんからはゴーンガールと一言だけ、ね、メッセージが来てますけど、ゴーンガールも今回のアカデミー賞はあれだよね、女優さんがきっとノミネートされてますよね。でしかもゴーンガールの映画の中であら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 っていう感じの役をやっていた方が実は今日の今まさにやっているアカデミー賞で司会を確かされてますよね。ゴーンガールを見た方はえっと思うかもしれませんね。あの役をやっていた人ってこんなそのエンターテインメントのショーの司会までできるのって。だから僕はその彼の、仕事っぷりもね早く見たいからお家帰りたいんですよ今僕は。あとオンエアが6分40秒ですね早く帰りたいとか言うなっつう話ですけど、まあでも時が来れば帰りますねさあ今日はどの曲で最後お別れしようかな、非常に迷ってるんですけれども、どうにしようかな。ちょっと映画に関係ないのでお別れしよう。今日は関係なくもないけどね、このアーティストはいろんな映画で使われているアーティストだしね、このアーティストのこの曲を聴きながら今日はお別れスタンバイにしてみよう。ピピ、このアルバムの 8曲目だな。この曲は3分18秒か、ということはあと3分ぐらい喋れるってことですね。そっかそっかそっか。最後の曲はね、今日はビートルズの曲を聴きながらお別れしたいと思ってるんですけれども、ビートルズの僕は本当は When I 64をかけるつもりでいたんですけど ね今度かけよう。なぜかというとガープの世界っていう、これまた昔の映画で、ロビン・ウィリアムスさん残念ながら去年、天国に行ってしまいましたけれども、ロミー・ウィリアムさんの代表作の一つでガープの世界、この作品も、ベストセラーの小説を映画化した作品で、とってもなかなか奇想天外な、展開をする作品なんですけれども、グッとくるんですよねっていうシーンがたくさんあって、最後はすごく衝撃を受けるシーンが待っているんですけれども、それでも話の展開とかセリフのやり取りだとか歴史時代背景とかっていうのも映画の中ではいろいろこう見えてくるものがあって、アメリカの歴史を一つ垣間見れることができる作品なんですが、その映画の中で頭の方だったね、確かオープニングでビートルズの When I 64 64歳になった時っていう話の歌の曲が流れるんですけどね。あ、やっぱそれで準備すればよかったな。まあいいや、でも今日はちょっと気分的には Don't Let Me Down を聴きながら僕はなんかお別れしたかったんですよね。まあ Don't Let Me Down ですよ、いろんなニュースを見るたびにね、思うんですけれども、ビートルズのアルバム、これは Let It Be の中に入っている曲ですよね。 Don't Let Me Down、これ屋上で歌ってるビートルズの姿ってね、目に焼き付いてますけれども、焼き付いてるって言っても生見たわけじゃないね、ね、テレビでしか見たことないですけれども、ああいうのってかっこいいよね。ああいうバンドってこれから出てこないよなまあそんな言っても仕方がないですけれども、みんなにとって映画の中でのロックンロールバンドって、どんなバンドがあるんでしょうか。それだけのテーマを絞ってやってもいろんな作品が名前が上がってきそうですね。と言って、来週それをやろうねって言ってもきっと約束は守らないような気がするので約束はしませんけれども、まあどんなメッセージでもいいので、また来週も皆さんメッセージどんどん送ってくださいね。ツイキャスからのメッセージ、リスさんから、林さん変わってあげてあ、僕が帰りたいって言ってるからか大丈夫ですよ、もうあと20秒ぐらいで曲を出して帰りたいと思いますよ僕ははい、また来週も聞いてくださいね。宮島真一の Let's Go to the Movie、この番組はベイキャントスターピクチャーズの提供でお送りしました。ビートルズの Don't Let Me Down でお別れ、また来週。
さん Don't let me down を聞きながらお別れしたいと思います。ユーストリームの皆さんもお疲れ様でした。あ、お疲れ様、ありがとうございました。帰りましょう。ワウワウ入っててよかったやりたいな。ちょっと聞いてみようか、山内さんにね。そういうの思いついちゃったんですけど、いいですか？ギャラはいらないですってね。じゃあツイキャスの皆さん、また来週お会いしましょうね。ユーストリームの皆さんもありがとうございました。名残惜しいですけれども、また来週ですね。さよなら。拡大枠、そうだね。拡大枠したいっすね。この時間がいいんですか、皆さん。どうですか。合わせてくれますか。できるように頑張りたいと思います。リスさん、どうもありがとうございました。またね。このちょいちょいこうやって出る感じはあれだね。フェリスはある朝突然にみたいな感じだよね。みたいな。この間の寝たきりの放送、はい、すげえ反響いいよ。あ、そうなんですか。うん、また行きますか。いや、すげえ。あ、聖書にぶつかり合ったじゃん、ディスカッション。いや、いい番組でしたねって結構来てるよ。あ、そうなんですね。そう、ぜひ誘ってください。はい。じゃあ、まず聖書箇所決めとこうね。楽しかったです。ねえ、一人一人は解釈違うじゃん。はい、あのぶつかり合いが、なんか一人一人にやっぱ、結構届いてたよ、あれ。あ、